9月に入ってから季節が一気に進んでいます。こちらは東京の予想最高気温と平年値を表したものです。この緑色の線が平年値、そして水色が予想最高気温なんですが、来週の半ば頃にかけて平年よりもかなり気温が低い予想とされているんです。また東京だけではありません。北日本の太平洋側を中心に気温が低い傾向と予想されておりまして、仙台でも平年よりも予想最高気温、 来週の半ばにかけては下回っているのがわかります。では、この先の天気の傾向どうなるのか見ていきましょう。こちらは先日発表された3ヶ月予報です。こちら、偏西風は大体いい平年と同じぐらいの位置でたどりそうです。ただ、太平洋高気圧はやや西寄りに張り出す見込みとなっています。このため、 9月は暖かい空気が入りやすい沖縄では平年よりも気温が高いと予想されています。一方で北海道。北海道は平年よりも気温が低い傾向と予想されており、北日本から徐々に秋めいていきそうなんです。そして10月になると、はい、沖縄のみならず、 西日本や北日本、広い範囲で全国的に平年よりも気温が高い傾向と予想されています。というわけで、10月は季節の進み方は少しゆっくりめとなりそうなんです。11月になると、今度は一気に冬型の気圧、強まってきそうです。この寒気の影響で全国的にほぼ平年並みの気温と予想されています。11月は 一気に季節が進みそうです。気温の変化も大きい月ですから体調を崩さないようにしっかりと寒さ対策を行うようにしてください。そして、こちらは降水量の予想です。海面水温は平年よりも高い予想となっていますが、全国的に雨の量としては平年並みと予想されています。ただ注意が必要なのが台風です。 特に9月は台風の上陸数が最も多い月です。ですから台風への備えはしっかりとしなくてはなりません。特に今年はインド洋や太平洋の西部を中心に海面水温が高いです。こういったところでは積乱雲も発生しやすいということで湿った空気が入りき込み前線の活動が活発になったり、 また台風が発生し、この前線に暖かい湿った空気を送り込み、前線の活動が活発になったりと様々なパターンが予想されます。9月は特に台風への備えはしっかりと行うようにしておきましょう。